はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビジです。では、信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、足利将軍家と今川義元が、再び相まみえている間に、伊勢から今川軍を掃討して、伊勢を完全に制圧したというところと、すかさず今川に対しては、停戦和睦を申し入れて、たったお金1000で和睦に成功するという外交上の勝利も得ることができました。で、今回はですね、今川の寝首を隙あらばかくというのを狙いつつなんですが、いよいよですね、畿内の方に勢力を伸長していきたいなというふうに思っています。で、具体的にはですね、次のターゲットは三好を狙っていきたいと思っています。で、外交上はですね、今どういう状態になっているかというと、まず、筒井家に対しては、親善中、今37まで親善値上がってきてますんで、友好度が。これを、引き続き60まで上げて、同盟を結んだらですね、この筒井の大和を経由して、三好領へ侵攻するというのを考えていきたいと思っています。で、筒井と三好は、同盟関係にあるんですが、逆に、筒井をこちらの方に抱き込むことができれば、三好を倒すのも、可能かなというふうに思っています。で、足利と今川は停戦しましたんで、いざ戦いが起きた場合には、将軍家からも、助力が期待できるかなというところになりますね。では、早速続きをプレイしていきましょう。あとはですね、この若狭の武田家、もう攻略してもいいかなとは思うんですが、この辺りはね、小国なんで、どっちでもいいといえばどっちでもいいっていう感じですね。で、武田に関しては、今、親善値60を超えてるんですけど、交渉に乗ってくる気配がないということで、これ以上交渉の余地がない状態になっています。で、あと、上杉に対しても交渉中というところで、今47まで来てますんで、ここも60に出したら上杉と同盟が結べるようであれば、長尾ですね、現長尾と同盟が結べるようであれば、武田を牽制してもらうという意味でも、長尾とは同盟を結んでいきたいかなというふうに思っています。では、まずは、三好攻め、始めていきましょう。で、朝廷より使者か。また金をせびってくるんだろうな。匠の神。いらないけど、1万6000円払っとくじゃあ。で、お金に少し余裕が出てきているという状況もあるので、こっからはですね、前回足軽をだいぶ一気に解雇したんですけど、足軽を少しずつ戻していきましょう。三好、こちらに侵攻してくる構えありですね。こうなってくると、こちらとしても兵を挙げる大義名分ができますね。そうすると、どこに進出していくかですが、まずは松ヶ島将軒に進出をして、さらに亀山将軒にも進出しましょう。で、あとはですね、歩兵をしてしっかり兵力を上げておきましょう。主力になるようなところに関しては、少し、兵力を蓄えておかなきゃいけないですからね。キヨスとかも全然いないもんね。ちょっとね、兵を削りすぎた感じがあるな。このままだと一大決戦に及んだときに、
敗北してしまう可能性があるんで、少し兵の増強をしておきましょうね。長の長もちょっと増強しておいて、全体的に少しずつ増強をかけておきましょう。こんなもんかな。で、これでもまだなお、少し余裕はある状態ではあるんで、兵糧面ですね。7万3000入ってくるんで、まあ問題、いや、もうちょっと兵力蓄えておいた方がいいよね。もう少しごめんなさい。兵増やしましょう。で、今、こちらの、まあ、信長の志によって、足軽だけの、部隊は攻撃力が上がるっていうような志、方策なってますんで、場所によっては、もう、農兵を全部解雇してしまって、足軽だけにするっていうのも手なんですよね。まあ、例えばこの大垣なんかそうなってますけど、すでに。なんで、そういったところをもうちょっと増やしますか？亀山はちょっと無理だな。すでに足軽が多いところでそれをやると効果が得やすいというか、そういう状態に持っていきやすいんですよね。なので、そういうふうにする上では、そういうふうにしやすいところを探さなきゃいけないな。岐阜だな。いや、岐阜は無理だな。もともとの兵が多すぎるんで、犬山もちょっと厳しいよね。鳥峰も元々の兵が少なすぎるんで、清須はそもそも少なすぎるもんね、兵が。名古屋。名古屋にする？じゃあ、名古屋を2000まで上げて、これでいいでしょう。で、鳴海は全体的に兵の増強をするんで、こんなもんですかね。よし、じゃあこれで先に進めていきましょう。筒井との親善が完了次第。お、三好が兵を挙げたな。っていうことは、これを見る限り、足利と浅井がこちらに味方か。で、筒井は三好？旗野も三好。よし。これは、足利からは、兵糧が4000、軍馬が100、鉄砲が600ですね。で、伊賀上野に三好、軍勢5万。よし、これを一気に撃破。三好領へ進行していきましょう。そうなるとだ。まずは、行軍で、こちらとしても伊賀上野城に兵を集めたいんで、伊賀上野に集まる前に、そうだな、甲賀に、兵を集める？いや、違うな。宅食に集めましょう。で、ここには、柴田勝家勢。いや、ここはね、敵5万の大軍なんで、こちらもそれに負けない大軍を動員しなきゃいけないんで、動員していきましょう。今、足利、今川とは停戦状態になってますんで、そこまでね、気をつける必要がないというのもありますからね。全軍を持って迎え撃ちましょうというところなんだけど、あれだな。信長の軍勢が入っていないのはなぜ？ちょっと確認しますか？軍勢の確認で柴田勝家隊になってて、これが1万7000でしょ？いや、これは、兵の少ないところは削っていこう。例えば、数正は残したいな。久清隆も残したいけど、全体的にみんな強いな。いいな、青森隊と、柳田隊は削って、ちょっと待ってくださいね。削って削って、稲葉隊も解除しちゃおう。おっと、ちょっとごめんなさいね。また、操作を間違えてしまったんで、解除をして部隊を追加ですね。順番で言うと。柳田隊削って、佐久間隊2000か、貞雄700もちょっと少なすぎるな。丹羽長秀1200も少ないよね。まあちょっとこの辺りは増強するとしてもだ。
まず勝家隊はマックスの2500。これでもちょっと少ないけどね。数正が1100。丹羽長秀が1700。信盛が2600。久喜義隆が4300までね。で、部隊の追加ですが、まず観音寺は、信長隊。これが7100。だいぶ増強されるね、一気に。あと、兵が多いところですね。伊賀上野。あとは松ヶ島。この辺りは兵がやっぱり多いですね。桐山御所。ここにしましょう。んで、堀直政か。どうだ？なんとかしてもらうしかないな。あと、小六は全く問題ないよね。で、3万か。3万の軍勢で、3万の軍勢で三好部隊か。三好の方の陣容を確認しておきましょう、部隊。そうすると、左近がいますね。筒井から左近が出てきてるな、左近。まあ、ただ、逆に言うと左近ぐらいですかね、注意しなきゃいけないのは。その他は、どうでしょう。そこまでっていう感じだよね。赤城隊。あとは三好、松永隊も出てるけど、これは、久秀ではないんで、こっちが久秀ですね。5800か、多いな。短期決戦で蹴りをつけるしかないかな。この中で、まあ、注意しなきゃいけないのは、中川清秀が入ってますね。まあ、能力はそこまでだとは思います。で、あとは、松永久秀。それに、島左近ですね。じゃあ、この辺りを、伊賀上野城で迎撃しましょう。で、あとは援軍も頼んでおく？そうすると、まずは、浅井から援軍。浅井は、まあ、清水山城から兵2151を借り受けるか？で、さらに、足利からも兵借りましょう。お、二条御所は援軍を出してくれないか。二条御所から出してくれないんだったら、金1900渡してまで出してもらう必要ないな。だって、たかだか1700でしょ、兵。しかも、強兵とも思えないし。そうするとだ、あとは、ここも兵3000、兵糧4600。ここはもう自軍の戦闘力、兵力だけで挑みましょうか。とりあえず、宅食に兵を集めましょう。まあ、この初戦で三好を破ることができれば、一気に三好領へ侵攻することも可能になってきますよね。で、つつじヶ崎館で、外交に当たっている武田家ですが、交渉する気がないということなので、まあ、この辺りは変わっては来ないですね、状況はね。さあ、では、まずは、光ってるところでは、種まきしていこう。で、あとは土作りをするしかないんで、土作りをして、兵糧が見込めるところ、鳥羽城とかでやっとく土作りを。いや、いいな、これくらいにしておきましょう。で、証券への進出ですね。こっちの方が重要ですからね。大津に進出。さらに、進出ができそうなところはある？あ、あるね。かの地。さあ、問題の。敵は戸内城に集結中ですね。もうちょっとかかるのかな？ 4 万9000。
5万の大軍だもんな。伊賀上野は、あ、集結完了してるな。そうすると、敵よりも先に布陣しちゃおう。場所を選べば、こちらの方が有利に戦える場所があるはずだ。ここ上限2万3000しか入れない。ここで敵を迎え撃つか、上限1万8000。敵の兵装を確認しよう。敵の兵装はというと、鉄砲隊がどんくらい入ってるかですよね。兵装は、農兵が2300。足軽が2900。で、鉄砲騎馬。騎馬。鉄砲騎馬。鉄砲。いやー、鉄砲隊が多いな。鉄砲隊が多いと、鉄砲隊と相対するのを、場所を選んだ方がいいね。少なくとも伊賀上野城で待ち受けすると、敵の方が大軍になるんで、それは避けたいな。となると、鉄砲隊が上がる、鉄砲隊が上がる、鉄砲隊が上がる。鉄砲隊がどうせ同じ上がるんだったら、どうする？三ツ矢にするか、島ヶ原にするか。三ツ矢ですね。ここだと上限が1万8000なんで、ここで、味方の優秀な武将たちで迎え撃つっていうのがいいかな。進め。よし、これで。よし。49,300だけど、この、1万8000しか展開できない場所で戦闘すれば、兵力的な、まあ、劣勢は考えなくて済みますよね。おお、で、ここで三好、ちょうど三好の話が出てきましたね。で、そごう、数正ですかね、の話が出てきて、これは松永久秀がどうなるかだな。このニヒルな感じ、すごいしぶきたかっこいいですよね、松永久秀は。報告いたします。これより表情さあ、を表行彰う。だ。長政、浅野長政が商業30。商業が今回結構みんな上がるね。論議も上がる、軍事も上がる。そうすると、まずは、長政でしょ。で、小六の論議30も欲しいし、利光の軍事31も欲しい。まあ、このあたりですかね。これで表情を終える。で、富田。鉱山証券成長上昇昇。よし。今回は、そうだな、総戦術もいらないし、足軽の重要、中華。新山州とかいらないしね。サラサラ越えも欲しくないしな。牧畜支援1。鉱山開発1。今このあたり何持ってるかがちょっとね、はっきりわからないんだよね。なんで、ちょっと今回のターンは見過ごすというか、ちょっと見送って、鉱山とか牧畜が、自分が進出している証券にどんくらいあるかっていうのを確認してから次のターンで入れていきましょう。さあ、問題は。ここじゃないんだ、今。まあ、筒井がね、こちらに味方してくれなかったというのがちょっと痛いよな。
なんかこれ船に乗ってるのは気のせい、信長が。陸上なんだけど船に乗ってますね。さあ、ここで三好部隊を撃破。一気に。三好領へ進攻しましょう。まずは味方ですが、作戦をどれにするかだな。全軍突撃にするには、ちょっとこれ反米固有の作戦ですね。踊り役の敵が隊が敵を引きつけ、複数の奇襲特化部隊が視界外から攻撃を狙う。これ決まると、なんて言うんだろう、かなり効果は高そうなんで、どうしようかな。これって森林、まあ森のところですね。森のところだと発動できる、竹中半兵衛、他何人かいたかもしれないんですけど、いずれにしても、固有の作戦なんで、これせっかくなんで使ってみますか？で、これがうまく決まれば、一気に敵部隊を撃破できるかなとは思うんで、これをちょっとじゃあ使っていきましょうか。で、この10面埋伏の刑を使うにあたっては、部隊をどうするかだな。力の差、お見せしましょう。埋伏せ部隊が誰になるかっていうところだよね。力の差、お見せしましょう。おとりが勝家か。本陣、まあこれで挑むしかないな。ちょっとせっかくなんでこれを使ってみましょう。初めての重要な戦いで、この10名埋伏の刑を使うとかいいかどうかっていうのは別なんですけどね。おとり部隊がちょっと前に出ますか。おとりは、ご命令ください。ゲチ始めるぞ。お命令くだされ。決まるかどうかっていう条件もね、ちょっとまだ正直よく分かってないんですが、せっかくなんでこれ使ってみたいもんな。覚悟せよ。命を始めよう。行くぞ。始めるぞ。ゲチを始めるぞ。ゲチを叩きのめせ。覚悟せよ。マイルズ、行け。命令してくれ。ゲチを。まあどうせだったらね、この10名埋伏決めたいですからね。覚悟せよ。覚悟せよ。敵の居場所が知れました。今は後期。何、逆に奇襲も受けてる。後期は今ぞ。よし、十面挑発が発動したんで、これでどういうことが起きるかだな。策のある者がいるようです。まずは後ろを見せている、長尾隊は数正で追撃。魚でをして、奇勢崩し。意味があるんだろうか。魚で押した上での奇勢崩し。10名埋伏の刑が決まったのか決まってないかっていうと、なんか決まってない気はするな。まあいいでしょう。この戦、これで終わらせる。我が覚悟、お見せしよう。我が刃、望むは貴様か。よし、まずは義興の部隊を改装させたね。切り込め、
のある者がいるようです。で、信長は作詞、義高はこのまま攻撃を行い、久秀を回想させましょう。見せてやる。始めるぞ。この策、敵の裏を書きましょう。始めよう。この十面埋伏の計が決まったとは思えないけど、まあよしとしよう。敵の居場所が知れました。天下御免の。よし、ここで刑事の歌舞伎者も発動したし、一気に敵を押していこう。左近がどこにいるかがまだわからないからな。このまま一気に敵を勢いに乗じて壊滅させたいけど、消耗が激しいのが一方で、数正の部隊とかね、消耗ちょっと激しいんで注意が必要ですね。ここにいるな、左近。左近の部隊を後ろから信長の本隊4線で攻撃。鬼左近が発動してるな。僕の手じゃ見せてやる。今は引くぞ。敵の居場所が知れました。このまま押し切りたいけど、どう？やりたい。前。まあ、ただみんなこれ見るとね、松永久秀はじめ勝家の方を向いてくれてるんで、背後を狙いやすい状態にはなりましたね。最後は吸収を仕掛けて一気に終わらせましょう。勝利を掴む。行け。我が策、ご覧ください。我らが力示すは今。これで味方が1万6000残って、まあもともと3万で出陣してきてるんで、まだ兵の数に余裕はあるんで、一気にこの後攻略していきましょう。壊滅すらずでね。それとも残るのかな、兵は。残るね。そしたらまあ中川清秀とかはどうにもならないけど、まあ、登用できる武将に関しては登用しておきましょう。かたじけない。はい、というわけで三好との一大決戦に関しては、まあ敵の大軍5万を狭い用地に引き込んだ上で、そこで待ち受けるという形で撃破することができましたね。まあ、一時はどうなるかなとは思いましたが、なんとかなりましたんで、今回は引き続いて、戸内城、久秀のこもる戸内城に攻略を仕掛けていきましょう。はい。というところで、まあ、時間が30分になりましたんで、一旦ここで終わりにして、戸内城、攻めは次回。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。